我是亚楠，欢迎回来。ということで皆さんがオープニングで見た通り、愛さに愛のチャンネルをリニューアルいたしました。バチバチバチ。新しいチャンネルの名前はヤーナンチャンネルです。はい、ヤーナンって何ってなってると思うんですけど、実はヤーナンは私の本名で、男に負けないように強く生きなさいっておじいちゃんにつけてもらった名前なんですね。はい、日本に帰ってきたらね、本格的に YouTube をやっていくって皆さんにお話ししましたが、その一つとしてチャンネルのリニューアルとテーマを改めて考えて、やっぱり本名でやりたいなと思っていて、チャンネル名をヤーナンチャンネルにしました。じゃあ今までの愛さに愛は何だったのってなると思うんですけど、実は愛っていうのは私の通称名で、なので最初にチャンネル名を考えた時にまず思いついたのが愛愛だったんですね。でももうすでに愛愛という YouTuber さんがいたので、愛愛だけはやめて、じゃあ英語で愛もつけようかってなって、なんで愛愛愛にしようかってなったんですね。でもさすがにアイアイアイだとなんかダサくないってなって、英単語でもつけるってなって、じゃあ英単語つけるとしたらやっぱり明るいチャンネル名にしたいからサニーとかつけてみるってなって、なんでね、本当に特に意味はないんですけど、アイサニーっていう風にねちょっと出来上がっちゃったんで、それでチャンネル名はアイサニーアイアイになったんですけど、それでよく友達にサニーってなんか特別な意味あるのって聞かれるんですよ。でもね、全く意味がないっていうね。それからずっと愛さに愛でチャンネルをやってきたんですけど、でチャンネル登録者数が1万人突破した時に実は名前を変えようって思ったんですよ。やっぱりね、自分的に納得のいかない名前だったというか、あんまりね、なんでね、やっとチャンネルリニューアルと一緒に改名することができました。実は日本に来てからずっと通称名を使ってきたし、旦那にも友達にも普段あえて呼ばれるんで、いきなりねこれから嫌なんでやっていくっていうのは自分的にもねちょっと慣れない部分があるんですが、本名なのでね、これで私の本気さっていうかいいスタートを切っていきたいなと思ってます。いきなり改名っていうのは皆さん混乱させてしまって申し訳ないんですが、これからは本名ヤナンでやらせていただきます。ですがもちろん愛さんって呼んでいただいても OK です。そしてこれからのチャンネルをどういう風にしていきたいかなんですけど、3つのジャンルでやっていきたいと思います。まず1つ目はみんなが大好きな CA ネタです。はい、結構ね、愛さんそろそろ CA ネタ出してくださいって言われてたんでね、今月からは CA ネタの復活です。イエーイ。もう撮影済みなのが CA の Q&A で、トータルで1時間半の動画になってます。はい。かなりね、動画の中でぶっちゃけながら話してるんで、皆さんにも楽しんで見ていただけるんじゃないかなと思います。そして2つ目はビューティ系のネタです。はい。正直ね、ビューティ系って私の一番好きな分野で、ビューティー系 YouTuber が山ほどいるっていうのは知ってるんですけど、やっぱりね、長年いろんなコスメとかスキンケア用品を使ってきてるわけだし、そしてね、死ぬまで美を追求し続けたいんですよ。なのでね、みんなにもそれをシェアしていきたいし、やっぱりね、一人で可愛くなるとかじゃなくて、みんなで一緒に可愛くなっていきたいので、なのでね、私はこれからも超絶正直にコスメのレビューだったり、スキンケアのレビューをしていきたいなと思ってます。そして3つ目、中国ネタです。今までね、中国ドラマ以外の中国のネタはあんまりやってこなかったんで、よくコメント欄でも、愛さん中国人だったんですねってコメントいただくんですね。せっかく私が中国生まれなので、やっぱり中国の面白いことを発信していこうと思って、例えば中国の面白いグッズだったり、まあ中国の面白い文化とか、中国コスメとかのレビューもできたら結構楽しいんじゃないかなと思ってて、そして中国語ですね。実は今中国語の撮影を何本かしていて、私自身も中国語の教材を買って研究してたんですね。やっぱり言語の講座ってつまらなくなりがちじゃないですか。そうなったら嫌だなと思って、どういう風に教えたらわかりやすいのか、そしてみんなに楽しいって思ってもらえるのかを研究しまくったんですね。ですが、結局、やってみなきゃわかんないってなりましたね。はい。なのでね、これからあげる予定なので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。そして、私は皆さんの反応が楽しみです。はい、この3つのテーマで、CA ネタ、ビューティ系、中国ネタで、ヤーナンチャンネルをやっていきたいと思います。あと YouTube 以外にもテレビとかメディアに出たいなと思っていて、出れるかどうかわからないんですけど、これから頑張ります。改めまして、私、ヤーナンと申します。チャンネル名は変えましたが、これからもヤナンチャンネルを応援していただけると私泣いて喜びます。そしてみんな、明けおめ、新年快乐。また次の
動画でお会いしましょう。